Hello, everyone. Welcome. This is Kyoko Nagano from Sake Lovers, Inc. Today, I will be featuring Nobuko Inaba-san from the Inaba Shuzo in Ibaraki Prefecture. We'll be having an interview in Japanese, but there will be English subtitle or German subtitle. Thank you. では、早速ではございますけれども、質問をさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、稲葉さん自身について少し教えていただけますでしょうか。酒蔵、はい、自体についてと、あとまたどのような経緯で蔵人になられたのでしょうか。はい、私は2人兄弟で、姉と、2人兄弟だったんです。女2人兄弟だったんですけれども、小さい頃から父には酒蔵を継げということは一度も言われたことがなくて、で、小さい頃がすごく酒蔵が好きだ大好きだったんですね。母とかもやっぱりこう蔵人の三食の食事のこととかもあるので、母も忙しくしてまして、私も小学校からランドセルを背負って帰ってくると、家と酒蔵は続いてっていうか、同じとこ敷地内にはありますけども、ランドセルを背負ったままいつも酒蔵に、今日はどんなことを蔵のおじちゃんたちしてるんだろう、どんな匂いがとか香りがとか、そんなことが楽しみで、いつもランドセルを背負っては蔵に、酒蔵の方に行ってたことを思い出します。で、本当に酒蔵が毎日こう様子が変わることがとっても楽しみで、きっとなんかちっちゃい時は発酵のことが分かってなかったので、きっと妖精さんが夜中に何かしてるんだろうなってよく思って、絶対今日は起きてもう酒蔵で何か夜中に何が起きてるのかずっと見てようと思うんですけど、そう思うんですが、よく眠っちゃってましたけど、見たいなと思う、そんなことを小さい頃思ってました。で、やはり全く酒蔵のことを考えずに、もう仕事を就職、学生の時にも醸造の勉強をしたわけではなくて、で、仕事をして、で、結婚して、まあ、子供も2人いるんですけれども、その時も全くそのとてもやりがい、女性にもどんどん仕事をさせてくれる企業にいたもんですから、辞めたいと思ったこともなく、どんどん仕事をしてたんですね。結婚する時も子供を出産、まあ、その時もすぐに仕事に復帰して仕事をしてっていう、ただその中でいつも思うのは、酒蔵どうなっちゃうだろうっていうことを考えるようになりまして、で、姉と2人だったので、姉は会社をやってる方と一緒になってしまう、結婚していたので、もう戻ってくるということもなかったですし、その時こう考えた時、やはりちょっとだけでも自分がお酒作りができたらっていうようなことをすごく考えるようになりまして、結構こう酒蔵のことを考え、すごく悩みに悩んでいました。で、父に、まあ、酒蔵をやり継ごうかなと思うことを言ったら、まあ、父としては、まあ、手伝い程度なことはいいけど酒造りなく女にはできないと、まあ、すごく反対され、また母も酒蔵にお嫁に来て、やはりずっと夜中に蔵人たちが夜中にも仕事をしていたり、何しろ休みなしで仕事をしていることも知っていたので、母もやはりとても反対して、好き好んでそんなことはしないでちょうだいっていうようなことを母にも父にも反対され、ただやはり酒蔵は私には継げるけども、私しかいないけども、会社は私じゃなくてもいくらでもいるんだっていうことを本当に考えまして、で、夫がやはりそこで後押しをしてくれたのが、まあ、その時は自分の収入もあるし、まあ、酒蔵はもう収入とかそんなことは考えては
なくて、もうお父さんちょっとでもまあ手伝ってあげたらのつもりで、あの夫は後押しをしてくれたんですが、まあ父とは勝手にやめてきてみたいな、その後喧嘩にはなったんですが、まあ、夫の一言で酒蔵を継ぐ決意をして、まあ、小さい酒蔵だったので、もう父は自分の代で終わらせていいと思ってたんですね。で、やはり父祖父の代の時はとても酒を作っていい時期ではあったんですが、やはり高度成長の後、まあ、本当にうちは新潟からの越後当時が来てたんですけども、もう新潟にもやはり新幹線や工場などがたくさん、こう新幹線が通り工場もたくさんできて、新潟の蔵人集団がやはり当時の高齢化ということと、次の頭さんが次の、当時になる方がやはり出稼ぎに来なくても向こうでもう仕事ができる、あの奥様とかご家族と離れて半年近くこちらに来ることよりも、やはり新潟でそのまま仕事をしたいということも言っていらしたりっていうこともあって、もう父はやはり日本酒が低迷していることが分かってたので、やはりもういいかなと思っていたようでした。はい、なんかうまく、すいません、なんか素晴らしいです、はい、もう本当にありがとうございます。あと次の質問に聞かせていただきます。茨城県の日本酒もしくは稲葉さんのお酒が他の都道府県と比べて、はい、違いはありますでしょうか。何かもう特別な理由などありますでしょうか。うち、私の酒蔵は筑波山のふもとの、今後ろにこうちょっとバックにしている筑波山という日本の百名山の一つで、標高は876m とあんまり高くはないんですけども、筑波山のふもとで酒造りをしてます。その筑波山の湧き水というのが、筑波山の中で、茨城県の中では湧き水でお酒造りをしているのはうちだけなんですけれども、湧き水も日本全国いろいろあるんですが、筑波山の湧き水は長い年月をかけて湧き出してくる花崗岩の山なんですけども、とてもそのろ過されて出てくるお水がとてもいいと言われているお水を使った酒造りをしています。茨城県としては関東の中では一番酒蔵が多いんですけれども、小さい酒蔵が多いんですが、今茨城県は県を挙げて技術研修をしたり、あとは横連動をして、まあ、みんな酒蔵同士でつながって、まあ、切磋琢磨した酒造りをしていくというような、そういったこともしているところです。はい、ありがとうございます。3番目の質問ですけれども、日本酒は日本文化にとって重要だと思いますか、という質問です。はい、とても重要だと思います。お米というのは日本の主食ではありますけども、そのお米からできる日本酒というのは、やはりその他の日本酒は平行副発酵という他のお酒にはない発酵の仕方で、やはり日本の日本酒を作る日本でのその技術のあるものなので、その素晴らしさはやっぱり日本文化として十分に値するものだと思ってます。はい、ありがとうございます。あと酒蔵さんでは何人の方が一緒に働いていらっしゃいますでしょうか。はい、私を含めて6人でやっております。あと美味しい日本酒を作る上で最も難しい仕事は何だと思いますか。難しいというか、やはりお酒作りは、お米からなわけですけども、お米というのが毎年同じわけではないですし、やはりそのお米によってのまた品種によっても違いますけれども、持ってる水分量とか、それからやはりその時の水温室温などもそうですが、今までのそういう経験していたことと、毎年のお米に合わせたそこの麹の作り方とか、まあ、そういった、まあ、お米の吸わせる水分量全てそうですけども、発酵もそうですが、そういったことをとても大切だと思っております。またやはりそういったことは全て人だと思っているので、人がそういったことについてもやはり人が大切だなって、まあ、難しいというか、
すごく人が大切で、まあ、蔵人、私とも作る蔵人で作る、一緒にやっている蔵人、それからお米を作ってくれている農家さん、そしてうちのお酒を飲んでいただいているお客様、そういったつながり、そういったことが日本酒の出来というか、日本酒を作る上でとても響いてくる、とてもそこが大切だな、だとまた難しいというか大事にしていることです、はい、ありがとうございます。あとはその海外でも日本酒を飲んだことのない人などに言いたいことありますでしょうか。あと知っておくと良いことや、どこから始めたらいいなどのアドバイスはありますか。はい、やっぱり日本酒は日本の中でいろいろな蔵がありますけれども、その蔵のことをどんなところで作ってる、まあ、バックグラウンドとか、どんな人が作ってる、どんな場所だろうとか、そんなことを知って飲んでいただくことでもちょっと面白さもあると思うのと、あとはやはり日本酒、最初はとても自分がいい香りだなと思うようなものから飲んでいただいたりすると、すごく飲みやすいのかなと思います。やはり嫌だなと思うものよりも、ちょっとあ、これ美味しそうとか、そういうことから飲んでもらえると嬉しいかなと、面白いかと思います。ありがとうございます。あと将来に何を望んでいらっしゃいますか。例えば、まあ、伝統的な生産を続けていきたいとか、より多くの人が日本酒を楽しんでほしいということ以外に、何か将来の展望がございましたら、それについてお答えいただければと思います。はい、まあ、今取り組んでいるのはやはり私が1999年から蔵に戻ったんですけど、戻ったというか使ったの酒造りをするようになったんですが、その頃はやはり日本の中でも美味しいお酒ができると言われるようなお米が、まあ、日本全国からそのお米を取り寄せることができて、そのお米で作ることができたんですが、やはりこの5年ぐらい前からは、やはり本当の日本、本当の地酒というか、この場所で作るものというのはこの地でできるお米であるということをすごく考えるようになりまして、まあ、筑波山麓日本酒プロジェクトということで、いろいろな農家さんにお願いをして、酒米を今どんどん筑波山の麓で作る酒米を増やしているところです。今は本当にそのこの地で作るお米が増えてきてるんですけれども、今またこの昔、創業の頃使っていたお米をまたできるようなことで、今その種もみからまたそこに取り組んでいくように始まるところでもあります。はい、あともう一つは、はい、やはりこの地という、まあ、日本酒とか日本の発酵食品とか、そういったものがここに滞在していっていただいて、もっとこう感じていただけたりっていうことで、まあ、ここでのレストランでしたりとか宿泊施設などももっともっと膨らんでいくかなと思って考えているところではあります。はい、ありがとうございます。それでは最後の質問になるんですけれども、女性当時として大変だったことなどありましたでしょうか。何かこうチャレンジしなとか、あと何か困難にぶつかったこととかはあったでしょうか。もしそういったエピソードがあったら教えていただければと思います。はい、やっぱり私が、まあ、酒造りに立ち触るようになった時は本当に女性が少なくて、まだまだいなくて、まあ、県の中、茨城県などは、まあ、小さいところですけど、女性が全くいないところだったので、女にできるのかとか、女性に酒が作れるかとか、まあ、そういったことを随分こう言われながらだったので、まあ、逆にそのことはそれをバネに絶対やってやると思うつもりでやってはきたんですが、やはりそれまでの会社員の時と違って、冬の寒さを目の当たりにしてなかったので、もう蔵に入った時にはもう心底冷えてしまって、この中でやっていけるのかなっていう、本当に夜中に足が痛みすぎて、寒くなって痛みすぎて、もう泣きながらだったりしたこととか、あとは最初はやっぱり男性も女性もないんだと思って、
まあ、30キロのお米袋もそうですし、あの 手作りで作るので、お水とかもタンクとかをこう持ったりとかも結構100キロぐらいのものを持ったり、そういうこともその時は何でもやるんだっていう気持ちがあったので、それで、まあ、足が痛いどこが痛いなんていうことも結構あって、でもやはりそれについては女性でも男性でもやはり体力的に違うということは今だからこそよく分かるようになったんですが、自分がよりできることと、まあ、男性のが力があるようなことは分けて考えられるようにはなったんですが、やはり女性でもっていうか女性だからこそできることを今度逆にこうもっともっとこう細かく見ていくこととかでやっていくようにするようになりましたね。すみません、なんか話がおかしくなって、はい、いや素晴らしいです。本当にどうもありがとうございました。信子さんのことを心から応援しております。皆様ぜひ3月20日オンラインイベントがございますのでぜひご参加ください。 We look forward to seeing you online on March 20th 5 p.m. Japan time. Hope you join us. Thank you.